おはようございます。こんにちは。こんばんは。たまくびでございます。拡散希望の5回目ですね。常に絶叫すると言っておきながら全然絶叫しない。まあ、参ったぞ。みゃどのヒーローと踊りましてですね。やらせていただき、あれ？ちょっと待ってください。僕の声なんか変ですよね。たまくびでございます。違うな！これ違う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 。いや、失礼いたしました。それでは、時を取りましてですね、ご挨拶から。皆さん、おざまーす、こんちはす、こばーす、かまくびでございまーす。あれ？なんかちょっと、私も、この声、FM ラジオ2、違うやん！この声違うやん！いやー、申し訳ないです。本当に何でも何でも。じゃあ、改めましてですね、おざまーす、こんちはす、こばーす、かまくびでございます。では、気を取りまして、楽さん希望やらせ、違う、この子はどこだ？はい、ということで、すいません、茶番劇を繰り返していただいたわけなんですけども、改めまして、おざます、こんちはす、こばます、かまくびでございます。拡散希望全年絶叫するなおの5回目なんですけども、まあ、タイトルがね、絶叫するとか言っときながら全然絶叫してないというね、不足の、事態もあったりするんですけども、まあ、もう一つはですね、この第5回目が、なんと、2回目の、収録ということなんで、取り直しですよ、これ、もう。取り直しパートなんでね、もう、ザキの茶番劇もね、1回目の時はもうちょっとね、いろいろやってたんです。なんですけど、もう、ちょっとコンパクトにしました。で、じゃあ、行きまーす。もう、ここでね、前回。周りに聞いても噂程度のことしか知らねえって言われただけだしな。いや、トールがね、こうやって探していくわけなんですよね。セータと、ユキハとセータを助けるため、まあ、一番はユキハを助けるため、助けるためにね、モノログの噂についてを調べていくということになったんやけども、当てもなく、ただ街を歩いていくと。それとこうやって声をかけられると。誰やねんということを見てみたら、ほほーお前のテレビの中継に乱入してきた子よね。アナウンサーのさんがやってくるんですよ。突然声をかけられてびっくりしたが、テレビという言葉で思い出した。ケイシロのために足回ってたあの日、テレビに乱入した時のレポーターだ。ああ、あの時はすみませんでした。もう勘弁してよね。私あの後すごく怒られたんだから。おい、なんだあいつがよみたいな感じで怒られたんでしょうね。上のディレクターさんあたりだからかも。で、この、コミナミって書いてる方が、まあ、別のキャラ、新しいキャラクターなんですけども、この人の、下半身のところよく見てください。一昔流行っていたですね、アナーキータイプじゃないベルトの、ね、ローラーで止めるタイプのベルトをされてるんですよね。しかもそのベルトの、余った部分を垂らしてるというね、これ、私が中学生ぐらいの時に、まあ流行ってたと思うんですけども、それをこの2015年というこのゲームの時代設定の中でやっているというところに、まあまず私は驚きを隠せなかったですね。ちょっと時代錯誤すぎるやろうと思って。なんであんなことしたの？なんであんなことしたのというように、私は、なんであなたはそんなベルトをしてるのっていうのに行きたいんですけどね。言ってることはふざけてたけど。目が真剣だったのよね、君。言ってることは確かにふざけてる。けど、本気なんです。そして、そんなトールの目の視線を向けると、この小南さん、めっちゃ胸でかいな、っていう。恐竜ちゃん、ボインちゃんだね、っていうね。ボインちゃんだね、っていう。まあ、そこに気づいた私でございます。まだまだ演技力足りねえな。頑張れ！演劇部やろ！で、まあ、信じちゃくれないと思うが、話してもいいかと。で、もしそれ何かね、情報が手に入れば儲けもんだということで。モノログの噂。この人に話します。聞いたことはありますか？ほら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 。今、ちょっとチラッと見え、ほらほら。このベルト。ベルトっていうのもおかしいけど。実際に知り合いが二人死んでるんですよ。そうなんだよね。面白いかもしれないわね。で、この面白いかもしれないなんて発言。何？人が死んでるの面白いやと？と。まあ私は怒ったわけですよ。何言うてんねんお前はと。お前その言葉を発言を撤回しろと。面白い。それに対しても、ほら、トールもね、面白いだと？と。だってね、彼にとったらね、後輩が死んでるわけですからね、許さんと思って。
おい、もうこいつ、もう許さん、その言葉を、撤回する代わりに、その、両胸にある、スイカ並みの大きさのパイオツを、この手でって、揉みほぐさしたるみたいな感じに怒ったんですけども、言い方が悪かったわ。私それもなくなったよね。収録失敗だから。もうまさに神回と言うべきこのコメントがね、いっぱいポン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 飛んでたんですけどね。話しても無駄だったな。わあ、もうゴリップゴリップく、まったく。待って、許してくれ、そういう情報は多分私、でもね、集めやすいと思うの。ほんまか？そのモノログの噂がどこから出始めたのかとか、調べられるかも。で、それで嘘ついてるんやったらな、お前のその両胸についてるところの先っぽのやつをな、ひねってやるからな、ギブーっ て, って。本当ですか？もしくは洗濯バサミで遊んだろかな、わからないけど、協力させてくれる？まあ、そんなこと言ってたんですけどね。なんでですか？なんでって？もう完全に R18 タグがつくぐらいのね。なんであんたが協力してくれるのかってことです。ねえ、だって今日初めて会うわ。まあ、今日じゃないけども、そんなね、ちゃんと話したわけではない。なんでだろう。私、仕事がレポーターだから、どんなところにも首を突っ込んでいかなきゃいけないの。それが体に染みついちゃったかな。仕事病ですよ、仕事病。これ、私の電話番号、君のも教えてくれる、うん、ということで、電話番号を交換してもらって、イヒーみたいな感じで、やっとね、とで、これ通る。これで、小南さんのところに、ボインちゃんのところに、いだ電しまくっちゃえみたいな感じで。レイザー、小南さん、今どんな格好してんの？俺、今、みたいな感じに、言っちゃえ、言っちゃえ！わかりました。まあ、ただ、携帯電話だから番号通知されるだろうけど、っていうのは、ね。よろしくね。私は小南で。うん。で、小南レイ。これは、吉岡徹です。吉岡くんね。で、互いに名前を知ると。何かわかったら、連絡してあげるわ。何かわからなくても、とりあえず電話してください、と。はい。いうね。よろしくお願いします。任せておいて。ほんまか？それ何も進展なかったら、あんたの体で払ってもらおうかなと。そんなことも言ってました。全体的に下ネタばっかやないか、俺！というね。まあでも、視聴者さんはその辺を理解してくれてるから、必ず、こらとかね、おいおいとかね、こらとかね、その辺、こう、埋め尽くしてくれてるから、あ、私としてはすごい、ニコニコしながらそのコメントを見てます。で、トールは家に帰りましてですね。小弓もう帰ってんのか。そう、ツンデレのね、小弓は帰ってるということで。廊下からビリビングを覗いてみると、小弓が漫画を読んでるのが見えた。何読んでんねーって。小弓、お前、モノログってやってんのか？うん。つぶやくやつでしょ？やってない。ほんまにやってへんねやろな。そうか。やろうと思うのよ。ここでね、お兄ちゃんの優しさが。なんでお兄ちゃんにいちいち止められるわけ？いいから、やるなよ。この態度、このツンケンとした態度はね、本当にもう。うるさいし、ツンツンしすぎやろ。そんなの私の勝手でしょ。何が勝手や。やるなって言ってんだよ。まあ、勝手やろうけど。はいはい。てか学校で喋りかけるなっていつも言ってるよね。この間喋りかけてきたよね。やめてよね。この言い分がひどいですよね、ほんとにもう。なんでそんなこと言われなあかんねん、普通に顔合わせた時に喋るくらいいいだろう。ねえ、これはトールの言い分は間違ってないと思う。絶対に嫌！お兄ちゃんがお兄ちゃんってみんなに知られたくないもん。なんでじゃ、まあそこで私は思ったのは、なんでじゃあお前は、このトールの学校、高校に行ったわけやねんと。別の高校に行く手段もあったやろうが、という感じに、激怒してた。なんでだよもうそこにいいんだよ。お兄ちゃんなんて、恥ずかしくて言えないでしょ。それは演劇部に対して失礼やぞと。全国の演劇部に所属している高校生たちや中学生たちに、失礼やぞと。そんなお兄ちゃんで恥ずかしくて言えないでしょって言うぐらいだったら、漫画研究部とか、アニメ研究部とか、パソコンクラブとか、もしくは、囲碁将棋クラブとかね、そういうなんか明らかに、って考えてしまうような内容のところだったらまだ言っていいけども、演劇部だからといって、そんなこと言うな！失礼でしょ！お前、私は演劇部推進派です。もういい、好きにしろ。ね、理解されない。辛いね、トール。俺は自分の部屋に勢いよく飛び込んだ。バッ！
ちょ、待てよ。人がせっかく忠告してやってんのに。まあ、まあ言い方もあるだろうけどね。携帯電話、電話か？まあ常にマナーモードにしてるトールのちょっとこの律儀なところはね。うん、えらいえらい。携帯電話のディスプレイには着信表示が出ていた。相手は小南さんだ。うひょひょーい！もしもし。吉岡くん？小南だけど。何ですか？何の用ですか？ん？もしかして、僕んと声が聞きたかったとかですか？ああってね。どうも。こっちでいろいろ調べてみたんだけど、モノログの死の予告の噂は、去年の11月くらいから出てきてるみたい。どうやら1年前からね。だいたい1年前か。もう少し噂の出所を追ってみるわ。また何か分かったら連絡する。何か分からなくても、とりあえず連絡はしてください。あ、はい、ありがとうございます。じゃあね。もうちょっと、ねもうちょっと話題膨らましてほしいですよ。もう膨らましてほしかったら登録頑張ってくれよ、と思いながら。俺は携帯電話をポケットにしまった。もうちょっとさ、そういえば、小南さん、今日はどんな下着つけてるんですかとか、その、スリーサイズってどのぐらいなんですかとか言ってくれほしいよね。本当に。あの胸のサイズは多分ね、J カップぐらいあるんじゃないかなと私の予測なんですけども、トップとアンダーの差が結構激しそうなんでね。別れてからすぐに調べてくれたのか、いい人だなと。まあでもね、まだその会って、まだ2日か。そのトッチと現れたやつを含めるとね、ここまでしてくれるっていう、優しい、ボインちゃん。なんで私は小南さんのことはボインちゃんと呼んでます。で、場面は変わりまして、いつも騒がしいここ、さつき橋長老からテレビ局。世間では分煙だ、禁煙だと言われているのに、ここでは未だに喫煙者がどこでもタバコを捨てる環境にある。嫌だね。私もね、以前はね、喫煙者だったんですけども、今も禁煙してやめまして、すっかりタバコ吸わない人になっちゃったんですけども、まあ、別にね、タバコ、隣に吸われるとか、全然それは気にしないんですよ。食事の席とかでなんか別にタバコ吸われると、別にそんな大して気にはしないんですよ。そこまで神経質にならないんですけども、なんていうんですかね、喫煙ルームとかで、要はタバコの煙が充満した部屋とか、そういう室内のところに入るのだけはきついですね。某場所にですね、ゲームセンターにちょっと立ち寄ってみたら、もうタバコ臭っのなんのって換気が全然しなくて、その時はもうなんかもうガス室に入ってるような気分でしたね。本当に。まあ、煙たいのは入社1ヶ月ほどで慣れて、今では全く気にせずに原稿を頭の中に入れる作業をできるようになったと。もう完全に小南さんもこれ喫煙者と同じ仲間になっちゃったってことですかね。お前、ジュースネットサービスのインタビュー行ってくれないけ？この、なんか、頭ボッサボサしたこの人。ね。誰やねんと。私は、うわ、出たと思った。この超ヘビースモーカーの小汚いおじさんは安藤達也。前世紀は持ち前の嗅覚で数々のスプークを獲得してきた凄腕記者だったらしい。それ山崎さんの担当でしょ？山崎はちょっと別件で埋まっちまったんだよ。頼む。ああ、わかりました。まあでもこの安藤さんって方はこんだけ頭ボサボサになって、このヨレヨレのネクタイとか見る限り絶対会社で徹夜してるとかね、絶対ありそうな気配なの。これ合成資料、武将髭といい、現場行くまでに読んどいてくれ。絶対これ会社人間だというのが私の予測、いつもギリギリで回すんだからね。ね、私は合成資料と原稿をパラパラとめくって確認作業を始めたと。JS ネットサービス、急成長したわけ。月橋町を思う気持ちとは。この JS ネットサービスっていう会社がちょっと、キーワードになってます。常に新しいことに着目し、会社を急成長させた。坂本慶吾さん、月橋町の今を聞く。聞きました。この坂本慶吾という専務ですね。彼も、キーマンです。小南さん、車の用意できました。小南さん、車の用意できました。私は荷物をまとめて立ち上がった。本当に小さいテレビ局なんでしょうね。そのレポーターアナウンサー小南レイさん、ボインちゃう。
私は JS ネットサービスに着くと坂本オフィス専務のオフィスへと通されインタビューを始めた。この坂本の坂っていうのが珍しいか、あの方ですよね。あの大阪の坂の方。私が質問してそれを、坂本専務が答える。それを何度か繰り返していく。まあ私も1年前までは営業として足を棒にしていたからね。趣味悪いよこの髪型。それにこの中のシャツの色といい、ロングヘアの髪色といい、そしてこのストライプと、この黒と黄色のストライプのネクタイといい、これ営業職って言うてて、ほんまかと思いましたこれ。見た目からしても最悪やないかこれ。ここまで出世されたのは相当な努力があったからこそなんでしょうね。ね、努力だけで出世できたら誰も苦労しないよ。努力と才能かな。才能がないやつは努力しても無駄だよ。それはもうひどいよね。というかよく見るとこの坂本専務の目は黄色くのってる。黄色いんでね。こいつあらカラーコンタクト入れとるなと。嫌なやつ。才能があったとして努力をしないと意味がないということですね。今日はありがとうございました。いいように解釈するという。時間ちょうどだ。30分で終わってよかったよ。次があるものでね。お忙しい中、はいはい、ありがとうございました。これも仕事だよ。忙しい業界人間は大変ですね。へへへ。私は立ち上がってオフィスの出入り口へと歩を進めた。全カットね。この辺もなんか小南さんがコントロールできるんやというね、編集とかも。扉を開けようとするとちょうど社員と思われる男性が扉を開けて入ってきたので会釈を交わす。社員と思われる男性はそのまま坂本専務の元へと駆け足で向かっていった。坂本専務、モノログで坂本専務の名前がつぶやかれていた件ですが。そう、ここでモノログです。こいつもつぶやかれてたんですよ。どこのバカがやったか分かったのか。いえ、それがアクセス元を探っても出てこなくて。何をやっている。バカ社はネットワークに特化した企業だぞ。それが調べられないとはどれほど無能なんだ。すいません。全力は尽くしているのですが。モノログでつぶやかれた。私は吉岡君のことが頭によぎったと。私は開けた扉を閉めてかかとを返した。あのモノログで名前をつぶやかれたんですか。レポート魂がね。ああ私の名前がな、なくなりますなどとふざけた内容だ。その話を詳しく聞かせてください。犯人を特定できないんですよね。お前たちマスコミはいつもそうだな、ね、ネタになりそうとなったら首を突っ込んでくる。やめたまえ。いや、お前自身のお前のその存在自体がもうネタやけどな、こっちからしたら。言っただろう。今日は予定が詰まっているんだ。また改めて取材にでも来たまえ。時間があまりないんです。明日はダメですか。しつこいな。まあいい。明日なら18時過ぎならば開けることができるが。わかりました。明日改めて取材に来ます。ふん。だからマスコミは好かんのだ。まあそんなこと言っときながらインタビューに応じるっていうところは意外とこいつは目立ちたがり屋なんだろうなっていう。口ではそう言っときながらみたいな。嫌いも嫌いも好きのうちみたいな。で翌日と。結局何も進展しないんですよね。ちょっとしか進展しない。これお願いします、うん、小弓ちゃん、私は借りたかった新作の映画の DVD をレジに手渡した。はい、7泊8日のレンタルでよろしいですか。私もとこういったレンタルビデオショップで勤めたことがあったんですけども、お客さんに対していきなりこのいきなりもう拍数決めつける言い方ってのはあんまりよろしくないんですよね、実は。
ちゃんと、当日か、一泊二日か、二泊三日か、一週間か、みたいな。選択肢をね、出してあげるのが一番いいんですよね。まあ、中にはその当日って言い方は、お客さんの中には日帰りっていう人に旅行するんかっていう人もいたんですけどね。はい、うん、あ、お客様、ポイントの有効期限が今日までなので、今日、何かもう一本、レンタルされた方がお得ですよ。おや、こういうふうになんか、有効期限が今日までなんで、何かこうした方がお得ですよって言ってあげるのはすごい優しいところですよね。え？ああ、わかりました。探してきます。いいスタッフだ。いい店員だ。優秀スタッフ賞をあげよう。で、私はレジから離れて、再び DVD のレンタルコーナーにやってきた。特に見たい映画ないんだけどな。何を借りよう。うん。棚に陳列された DVD を順番に眺めていく。新作の洋画か。知らないのいっぱい出てる。ま、私は断然、邦画派だけどね。と、思う。洋画でしょう、映画なら。これ。お兄ちゃんが好きなデイアップ。まあ、邦画でも面白くあるけど。レンタル開始してるんだ。ここで言うの、このデイハードって何って思いながら。ダイハードですか？もしかして私はこんなアクション映画興味ないけど、まあいっか。ここでもう私は思いました。こいつツンデレや。こいつツンデレや。意外とやっぱお兄ちゃんのこと好きなんやなと。本当に。家にいても解決は素直じゃないんだから。手がかりもねえしな。俺はモノグログの死の予告について何の手がかりも得られないまま、自分の部屋にいた。三日後にはユキは死ぬかもしれねえっていうのに、ろくなことしてやれねえ。携帯電話の着信？誰だ？携帯電話のサブディスプレイを見てみた。ボインちゃん。もしもし。吉岡くん？小南だけど、今からさつき橋駅に来れる？もうここで、これまさか、行けますけど、デートのお誘い？詳しいことは会ってから話すから、急いで来てちょうだい。ああ、まさか、これってやっぱり、小南さん、まさか、トールと、夜は、夜のデートを、ありましたよ。そんなことを淡い期待を持ってたんですけど、大人に見える服で来て。来たー！大人に見える服といえば、大人のデート！ツーコットは夜景が見える高い屋上のテラス、そこで二人は食事をして、ちょっといい気分になった後、近くのバーカウンターで、そこの中で二人でお酒を交わしつつ、酔っちゃったっていう勢いのまま、そのまま二人はホテル街へ。イヒヒヒ、わかりました、よろしく。テンション上がるよね、本当に。テンション上がっちゃうね。まあこれ私だけですけどね、どうせ。大人に見える服って言われてもな。ねえ、まあ仮にもトールは高校生ですからね。で、今この私服を見てもこのネクタイなんか明らかに使い方間違ってるやろうというのと、この黒のタンクトップシャツに白のシャツをかける、このコーディネート的なところもどうなのかなっていうね。でもあるから、大人のような服に見えるっていうのは難しいんじゃないかなと思ってたんですけども。時間食っちまった。うん、結局こういう落ちてるね。で、結局いつも通りの服装で行くというね。なんやそれと。俺は財布と携帯電話をポケットに押し込んで部屋を飛び出した。で、ちょうど、こういう目が返ってくる。お帰り。ああ、あのさ、お兄ちゃんの好きなデイハードの。悪い、急いでんだ。また後でな。もうちょっとタイミング悪かった。あっ！ちょっと、何よ。まあこれね、小由美ちゃん、実はこれ、借りてきたのも、実は意味があるんですよね。単なる優しさだけじゃないという。小南さん！ちょっと遅いわよ。ごめん、いろいろとちょっと妄想してたら。いきなり呼び出すからだろ。で、どうしたんですか？ここは素直にね、ごめんって言えばいいのに。JS ネットサービスという会社に
インタビューに行ってきたんだけど。反抗的なんだから。で、ここで、その、インタビューしてきた内容を話したと。モノログのアクセス解析とかしてるみたいだから、うん、うまくいけば何か情報が得られるかもしれないわ。なるほど。モノログの中まで見れる会社なんだったら何か聞けるかもしれないですね。そうでしょ？うんうん。てか、それだけなのになんで俺の服装を指定してくんだよ。それはこれ。うん。小南さんは大きめのショルダーバッグからビデオカメラを取り出した。ハンディカムだが大きなレンズに大きなマイクが取り付けられていて、いかにも興味ようって感じだ。ボインちゃん、これってまさか、すいません。ちょっと、さすがに暴走しすぎたんで。まあまあまあ、オチはちゃんとあるので。あ？ビデオカメラ？吉岡君ビデオカメラ？まさか！ビデオカメラを持って、カメラマンになってもらいます。うん。カメラマンはちょっと待って、なんでそうなる？取材って形でアポイント取ってるんだから、うん、高校生のあなたを連れて行ったら、ふざけてるのかって。期限になるかもしれないでしょ。まあ、JS ネットサービスに取材に行くためのね、偽カメラマンとして。じゃあ、小南さんとちゃんとしたカメラマンで行けばいいでしょ。あのね、うん、これはあなたのためにやってることなのよ。うちのカメラマン使うなら、ちゃんと仕事として申請しなきゃいけないの。名目上は取材だけど、うん、実際にはモノログの死の予告を調べに行くだけなんだから。それに、あなた自身も話を聞けた方がいいでしょ。おっしゃる通りでございます。でも俺、カメラなんて全然わからないぜ。実際に撮影する必要はないんだから、カメラマンっぽい仕草とセリフを言ってればいいのよ。マジかよ。まあ、ここで一応演劇部としての。カメラマンを演じるなんて簡単でしょ、うん、そう、ここで、トールの本髄が、やってやるよ。真髄だ。真髄がね。よし。じゃあ行くわよ。発揮できるというわけだ。ということで、今回はここまででしときたいと思います。いやー、しかし、一回見てる場面をね、なんかこう解説しながらの実況になってしまって申し訳ないです。パート6からは、普通に初見プレイになってるので、どうぞよろしくお願いします。以上、かまくびでした。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。お疲れ様でした。